何かご用でしょうか。神岡さん、知っています。井上さん、特に用がなければ私失礼します。用がないなら呼ばないでください。私したくありません。神岡さんには関係のないことだと思います。それはおせっかいというものです。私、失礼します。神岡くん、
神岡くん、神岡くん、起きてよ。神岡くん、そろそろ閉室時間だよ。おはよう。あきこって言いづらいよね。ゆみくらでいいよ。前からゆみくらさんだもんね。無理言っちゃってごめんね。神岡くんは本を借りに来たの？私は本を返しに。ベヤンソンの人形の家。うん、その人の自伝なの。神岡くんはまだ部活やっていくの？はじめまして、2-B の弓倉明子です。私も見たい。
し、この号はちゃんと取ってあるんです。うん、この頃はよく一緒に帰ったりしてたんだよ。忙しくなって一緒に帰ったり遊んだりすること少なくなっちゃったの。あ、いえ、ごめんなさい。別に気にしてないんです。それに私、部活で生き生きしてる麻生さん好きですから。迷子を楽しみにしています。麻生さんのコラムが素敵だと思います。あ、じゃあ私も。すみません、川鍋先輩、失礼します。先輩って面白い人だね。ううん、川鍋先輩みたいな人が部長だから、きちんとした素敵な学内新聞になっているんだと思うよ。それはきっと神岡くんや部員の皆さんに期待しているからだよ。進くん、ごめん。謝んなきゃって思ってたんだけど、言い出しにくくて。昨日もずっと悩んでて、今日こそは進くんに謝ろうって決めたんだ。私が悪かった。ごめん。
ペンダントなくしたでしょ。あれ私が拾ったんだけど、リンドウに、あ、いや、リンドウ先生に没収されちゃったんだ。